り世間の人たちの風俗のイメージっていうのはまだまだ良くないところ、正しい情報を発信して払拭していきたい。はじめまして、真面目社長です。今回ですね、夜の真面目社長、こういうチャンネルを開設させていただきました。イエーイ、ね、で、今回は、チャンネル開設の経緯っていうのを皆さんにご紹介したいと思います。まずですね、私の経歴の方からですね、お伝えしたいんですけれども、まず風俗業界、性風俗の業界で20年、実は20年働いておりまして、まず最初にいたのが、なんとアダルトビデオの業界ですね。 AV 業界で AV 女優さんを抱えるプロダクションっていうのをやっておりました。プロダクションってどういうことをするかっていうと、 AV 女優さんを所属させてアダルトビデオのメーカーさんですね、例えばソフトオンデマンドさんだったりとか DMM さん、今名前変わってファンザさんですね、ああいったところに女優さんを派遣して出演していただくという、こういう商売になるんですけれども、そこで10年やった後に、風俗店ですね、新宿でデリヘルを開業しまして、風俗業界に10年やっております。今はですね、新宿で、デリヘルのブランドが5店舗あるんですけれども、いろんなね、女子高生の制服だったりとか、素人のお店、お姉さん系のね OL のお店だったりとか、高級店だったりとか、あとオナクラっていうね、ちょっとマニアックなジャンルだったりとか、そういったいろんなブランドを展開してるグループになります。で、うちのですね、特徴としては、ちょっと変わってまして、日本一真面目な風俗グループ、こういうコンセプトになってます。で、どうしてもこういった業界っていうのが、イメージっていうのがあまり良くなかったりする業界なんで、そういったところを真面目にですね、経営して、例えばお客様の接客だったりとか、女性の接客だったりとか、男子スタッフですね、例えば電話対応が丁寧に接客する、予約の時間を守ること、こういったところをすごく力を入れて本気で真面目に経営しているグループになります。今ですね、私がやっている活動としましては、まず、風俗開業セミナー、これですね、結構問い合わせが多くて今はもう順番待ちができている状態なんですけど、まあ、風俗を開業したいけれどもどうやったらいいかわからないっていう方が結構いらっしゃるんで、そういう方に向けて、そういったスタートアップのサービスですね、風俗を開業するまでの道のりを全てノウハウを伝えております。風俗ってね、本当に一から何からやっていいかわからないっていう人が多いんですけれども、まずは例えば警察に届け出を出すとか、デリヘルを開業する物件を探すとか、あとじゃあ女の子どうやって集めるのとか、あとはお客様はどうやって集客するのかとか、あとはオープン後にどうやったら利益を出していけるかとかね、こういったところまで全てお教えしてますの。次に、今うちが注力しているのがフランチャイズですね。で、やっぱりこうゼロから風俗を経営するっていうのは結構ね難しいです。正直私も今東京、例えば23区でゼロから風俗をやれって言われると、正直結構躊躇するというか、まあ、悩むぐらい競争率がどんどん上がっています。なのでそれであれば、既存の、もう流行ってる店のブランドを取り入れて、そこのノウハウを、使ってオープンする方が立ち上がりが圧倒的に早くなりますし、リスクも少なくなります。うちもまあフランチャイズをこれからですね、まあ、今いくつか応募してきてるんですけれども、大々的に募集していきますので、まあ目指すところは全国展開ですね。全国で100店舗以上の展開を今視野に入れて動いてますので、ぜひご興味ある方はこちらの方もお問い合わせください。で、次にコンサルティングですね。風俗経営のコンサル、まあ、これはですね、まあ、少し似てるんですけれども、まあ、開業セミナーを開く中で、もうすでにね、お店やってるよと。やってるんですけど、これってどうやるんですか？なんですけど、僕もそれを、じゃあ、個別にね、ただで全部対応できるかというと、正直やっぱ時間的な部分もあるし、そのニーズが多すぎて、なかなか対応っていうのがね、難しいところなんで、まあ、これをそんなに負担がない形で、ノウハウを提供するっていうサービスを行っております。で、最後に、今ね一番僕が頑張っているのが、SNS ですね、 Twitter ですね。3、4ヶ月前にちょっとこれはね本気でやろうと思って、まあ、コロナ禍でねこの業界の Twitter の、ユーザー数です。すごく、急激に増えてるっていうところがあって、すごく効果が出やすくなってます。月にだいたい1000人ペースで今フォロワーが増えてまして、今まあ6300人ぐらいですかね、なんですけれども、まあ、年内に1万人ぐらいを目指すようなペースで今投稿していってます。で、ここでもまあ風俗経営のノウハウっていうのは歌ってますんで、
まあ、今後 TikTok だったり Instagram っていうのも考えておりますので、ぜひといったところでもね、あのトータル的に、ね、あの風俗の情報を発信していければと思っております。はい、で、次ですね、今回の本題のチャンネル解説の経緯ですね。実は、先日ですね、ABEMATV の方に出演しまして、カンニング竹山さんの土曜ザナイトっていうね番組があります。毎週土曜日にね放送していて、で、まあ、アダルトもね結構扱っていただいている番組なんですけども、そこで風俗経営の、どうやるのっていう回がありました。まあ、風俗経営って儲かるのっていう回があって、まあ、ゲストで出演させていただいたんですけども、まあ、そこで、カンニングの竹山さんにあることを言われたんですね。まあ、なんて言われたかっていうと、真面目社長でお会いして風俗のイメージがガラッと変わりました。こんな風に言われたんです。で、これでね、僕ね気づいたんです。やっぱり世間の人たちの風俗のイメージっていうのはまだまだやっぱり良くないところも多いのかなと。20年ぐらい前の、 あの風俗業界のイメージ、まあ良くはないイメージがあるんで、そういったイメージを、こういったチャンネルで正しい情報を発信して払拭していきたいと。風俗業界ってこんなにじゃあ真面目にやってるんだよとか、風俗ってこんなにいいもんなんですよとか、そういったね情報を、皆さんに届けていきたい。そして風俗業界の未来を明るい未来に変えていきたい。そういうふうに考えて今回チャンネルを開設させていただきました。業界のイメージを払拭したいということですね。今後の活動についてなんですけれども、よくある質問っていうのがあって、例えば、まあ、開業の資金はどれぐらいかかるのかと、どういうトラブルがあるんだ、例えば反社とのつながりはあるのかとかね、男性スタッフが悪さをしてしまった、例えば横領をされてしまったりとか、風紀をされてしまった。風紀っていうのはね、あの業界用語で女性のキャストに、まあ、個人的にちょっかいを出すっていうのが、風紀っていうことなんですけど、そういったトラブルがあった時にどういうふうに対応するのかとか、あとはね、実際風俗を経営して利益を出すためにはどうすればいいのかとかね、コメント欄に書いていただければちゃんとしっかり見ていますので、そこで何か質問があればね書き込んでいただけたらと思います。はい、ではね、このチャンネルでは今後もどんどんね、面白い動画を上げていきますので、ぜひ気になった方は、高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それでは失礼します。